初だと彼が熱いとしながら急にマラソンの場所を変えてる。何も聞いてない怒るようなあの知事、みんな東京来たって浮かれ気分なのになぜか一人さえない顔をしてるね。そうさ地味に選手を守り出すんだ、大きなお世話だよ言い訳。札幌気温も同じなのに傘も水も道も対策さえも無駄になるから、この長い長い走る場所を森が主催者の小池を避けて誘致に失敗後で聞いてびっくりびっくり決まってる、びっくりびっくり決まってる、バッハにバッハに食らってる。